ラーリグロミのまさこレイディオ。はい、本日も始まりました、ボイラーリクガメのわさこレイディオ。本日はボイラーリクガメギターのドエがお送りいたします。今日はですね、最近ドエにあった最高グッとくる日のことを話していこうかなと思います。あのね、本当にこれを何で話そうかと思ったかっていうと、本当に5月入ってから毎日がもうグッとくる毎日すぎてビビってるんですよね。どうにかこうにかこれをみんなに喋りたいと思って今日はお話ししていこうかなと思います。その5月1日、マイベストテープによるマイフェス池袋アダムで行われました。そちらに、行かさせてもらったんですけれども、皆さん行かれましたか？最高でしたよね。なんだろうな、私着いたら現地に着いた時にはバニティからだったので、バニティ、試合、マイベスしか見れなかったんですけれども、本当に着いた瞬間からお客さんに、なんで最初のおつからいなかったの、でも最高だったよっていう声をいただいたり、もう本当にフロアに入った瞬間のあの熱気とみんなの様子を見てたら、本当にいい始まりがあって、どんどん繋いできてここまで来てるんだろうなって思って、ひろみちもね、あの MV を出した直後でめちゃくちゃいいライブだったっていう話も聞いて、いやもうね、愛しかないし、もうなんだろうな、本当になんかさ、今なんかお客さんだってさ、あのマスクしたりさ、あのもう主ダイブできへんし、もうコールアフのレスポンスもできへんしさ、アダムだってさ、お酒提供さ我慢してはるやんかの中やけども、本当にもうみんながあんだけもルールをちゃんと守りつつの中で、あそこまで、なんだろうな、すっごい、あの、コロナ禍前のライブをすっごい彷彿させる日だったなって、もう、マジであの日を作ったし、マイベスがすげえって思って、ライブもクソかっこよかったし、かなりグッと来て、もうなんかもう帰りの電車がもう放心状態かのような感じなぐらい、あの場に入れてよかったなって本当に思いました。いや、最高な日を、和三休でございます。マジで最高でしたね。で、その日に、ボイラリクガメ、久しぶりになりました。お待たせしました。新グッズを、公開しました。ボイラリクガメ、オフィシャルユニフォーム、3年ぶりになります。再販。本当にこれもね、再販しないのっていう、たくさんお声いただいて、今回に至ったんですけれども、また前回と違うようにと思ったんですけれども、通常版も空張りを変えたりとか、あと限定版なるものも作って、裏面に、好きなお名前、自分の名前だったりね、入れて、背番号も選んでもらえますっていう風にしたんですよ。ちょっと お値段が高くなってしまって申し訳ないんですけれども。で、そのマイフェスに行って帰り際に、あるお客さん夫婦に、ちょっと、ドエさんいいですかって言われて、お気を悪くされないか、ちょっとご確認したくてっていうので、お声掛けいただいて、マイフェスのベースのタニーをバニティでもじったタニティっていう名前を入れて、背番号バニ82番を入れるって、やっぱりいかがなもんですかねっていう話をしてくださったんですよ。もう私それ聞いた時にさ、もう聞かなくていいよと思ったんですけど、すごく嬉しくて、本当にあのユニフォーム、ボイラーリクガメのユニフォームだけど、本当自分色に染めてよ、塗り絵じゃないけど、本当にそんな気持ちであれを作ったし、本当にバニとボイラーの対バンだったり、マイベスとボイラーの時にこれ着ていけたらな、めっちゃハッピーなんですよって話もされてて、めちゃくちゃそれが嬉しくて、本当に何なんだと、もうこのいいライブを見て放心状態になってる私にさらにまた嬉しいお話をいただいて、もうなんかお客さんの方が本当アイデアマンだなってマジで思って、めちゃくちゃ嬉しいお声掛けいただいて、もう皆さんももうどんどん好きに自分色にあのユニフォームをしていただけたらなと思います。本当はサンキューってことです。で、次の日、
5月2日はですね、フードビッチのエヒさんと、ボイラーのマネージャーの阿部ちゃんと3人で、久々にミラーボーラーの江ノ島で今、作品を展示しているんですけれども、そちらを見に行ってきました。私、ミラーボー見るのが本当3年ぶりぐらいで、で、ミラーボーラーっていうのがアーティスト集団、ミラーボールを使った作品を光とね、ほんとすごいんですよ。もうアーティスト集団の人たちの作品が、江ノ島の展望台上に、一番上まで上がったところのコッキング園、サムエルコッキング園でしたっけね。で、開催してます。5月9日までこちら開催しておるんですけれども、すっごい。もうね、本当に私最初、見た時から、やっぱり今も、もう変わらず、もう、ミラボの作品を見たらもうね、もう感動、とかじゃなくて、もうびっくりさせられるし、もうグーってなるんですよね。でもずっと、なんか、いろんな角度から、もう近くでも遠くでも、なんかずっと見てたくなる作品ばかりで、で、その江ノ島の作品っていうのが、ミラーボーラーたくさん人が、アーティストの方々がいる中で、それぞれ大きい作品をたくさん作ってるっていう、またレアな日なんですよね、江ノ島でのミラボっていうのが。もう今回もすごかったですよ。いや、マジでみんなにも行ってほしい。で、私行ったのが、まだ日が暮れる前の3時ぐらいから着いて、で、その日は本当に晴天だったので、もう青空の下のミラーボーラーの作品を見て、夜日が沈んでからの、光が点灯されてからのミラーボーを見て、いや、もう最高でしたね。で、その日はそのミラーボーラーの中の一人、吉田さんって方が、DJ 吉田新地としてデビュー戦という方で、もう本当に面白い、方なんですけれども、でもね、本当音楽がまた最高で、もう見渡せばミラボの作品がある中で、その吉田新地の音楽の中で、昨日ね、一瞬ちょっとインスタライブでお裾分けと思って、7名、8名の方はね、ちょっとちらっと見た方もいるかもしれないんですけれども、本当にいい場所に入れたなと思って、で、やっぱり、そのミラボの人たちって、それぞれアーティストの方々が、集結してやってるんですけれど、だからね、本当に、そのそれぞれのアーティストの方のご家族とかも結構来てたんですけど、もうみんなキラキラしてるんですよね。本当に、もう、なんだろうな、かっこいい、これぞかっこいい人間みたいな人たちの集まりで私から見たら本当に、だからもうその人たちと喋ったりとか、もうその人たちの中にこう入れたのもすごく心地よかったり、すごい幸せだなと思った日でした。わ、サンキュー。ありがとうございます。っていう感じで。本当ね。で、今日、撮った日がバレるんですけど、今日3日は、本当、ザ休日を久々に過ごしてました。最近あんまり休日も、まあライブがあったり、ライブの次の日でなんだかんだとかいろいろあったんで、今日は本当朝起きてから布団を干して掃除してご飯作って散歩してギターちょろっと出してドラマと映画見てみたいな、なんかマジでザ休日のほほんな一日を過ごしたんですけれども、まあこうやってご飯ね自分で作ってっていうこういう時間がまたすっごい大事だし、あ、なんか疲れがっていうか、なんかいろんなことがリセットされていくなっていう、こういう時間も大切だなと思って、またこれまたいい日でしたね。ほんで今日は本当に静かに過ごしてた分、この2日間のこととかもいろいろ思い返したりもしながら、いいですね、休日は。本当に。で、その中で、ギューンが今ソロツアーに行っております。で、このラジオの前、2回連チャンでユンがラジオしてくれたんですけれども、皆さんお聞きになりましたか？あのラジオもそうだし、あのツイートもね、本当に楽しそうにあって本当にほっとしておるんですけれども、またこれまた嬉しかった話で、ユンがこのツアーに行く前の最後のボイラーのリハの時に、
言ってくれた言葉があって、まあ、今回、黒谷義のソロとして、九州ツアー行くんやけれども、まあ、ボイラーも2年前、3年間も、九州ツアー行ったし、今回も行きたかったと思うけど、まあ、この期間やから、まあ、一人で行ってくるけど、やっぱりボイラー陸亀の、ギュンとして今回は行ってきますっていうことを言ってくれて、だから今回は自分のソロの曲だけじゃなくてボイラー陸亀の曲もしっかり歌ってくるから、今のボイラーをね見せてきてくれるっていう話をしてくれて、すごいそれが私嬉しくて、さすがだなと思いながら、でそんな中でね、本当はツイッターでも書いてたけど、エラゲツで泣いたライブをしてたりとか、本当に楽しみ、ハシビロコウのハシビと楽しみながらも、いつも通りにエモいライブを彼女は鳴らしてるんだなと思って、すごいそれが嬉しくて誇らしくて、なんかそんな気持ちになりました。本当に九州の皆さん、これを機会にもし行ける方は、ライブ、ギュンのライブ遊びに行ってください。よろしくお願いします。ということでね、本当に、なんてことでしょう。なんで5月病っていう言葉があるんでしょうね。私は今のところ5月大ハッピーデーを連日過ごしております。最高でございます。皆さんも残りのゴールデンウィーク、本当に良き日を過ごしてるんですかね。過ごしていただけたらなと思います。また、22日からボイラーまたライブがスタートします。ルピナスフェス。下北沢で行われます。その次の日23日は豪徳寺リーフルームにて犬人間ニョンズとツーマンでございます。まだね、ほんとこの最高なグッと来た日、感じさせてもらった日がありましたけれども、ボイラーもこんな気持ちにみんなをできるようにまた頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ほな皆さん、わさこらさっさっさー。